敵中、敵中です。2級戦闘準備。目標 B3 エリア第12号緊急プランを執行します。便利だねこれ。これをオットーに渡したなんて理解に苦しむ。いや、記憶が多すぎるからこういう細かなことは放置していい。余裕ができたらまたゆっくりとこの5万年の過去を消化するよ。ん？まさか。戦果としては十分だ。天命とオットーさえ存在しなければこんなに厄介にならなかったし、この世界ももっと平和だったはず。あのバルキリーたちがかわいそう。よく考えれば彼女たちは結局オットーの駒でしかなかった。うまくコントロールできた。檻といくつかの建物だけ壊して、あ、くそ、うまくコントロールできてなかったのか。誰だって全てを考慮できないでしょう。誰も、あのメイ博士だって。彼女だって多くの人々を犠牲にした。そうでしょ。勝利と正義には犠牲が必要だ。もういい、自分に言い聞かせても仕方ない。とりあえず早く空港を出ないと。まだわからない。世界は広いし、どこにでも行けるけど、特に行きたい場所はない。
旧友たちに会いに行くかもしれない。私が生きてると知ったらきっと驚くでしょう。崩壊はまだ消えていない。のんびりできる日々もそう多くはない。しかし今は出たとこ勝負かな。祝杯の準備をしてください。誰も気づいていない。これは本当に便利だ。おや、都政の羽は人工知能には効かん。私って優しいんだね。今回は文句ないでしょ。全員見逃したし、誰一人殺してない。その優しさをもう少し早く覚えてほしかったよ。あなたみたいなやつがそう簡単に死ぬわけないか。ああ、僕は確かに死んだよ。ただ、予備用の体は別の場所にあってね。ならもう一度殺せばいい。天命を半分壊してもあなたを殺せないなら、次は全部壊せばいい。待った。まさか怖いの？私を撃った時、今日のような日が来るとは思ってもいなかった。
君は悪い人ではない。それをあなたが言うんだ。もちろん私は悪い人ではない。天に代わって正しいことをするまでだ。ならば話し合おうではないか。あなたに話すことはない。確かに僕は君を殺した。それは僕の罪だと認めよう。さっき君が復讐しようとした時、僕は抵抗しなかった。これでお合子だ。何を言うかと思えばお合子。私はあなたの体を一体壊しただけで、あなた自身は無事だ。それがお合子だって？その体を全部壊し、復活したくてもできなくするまで私の気は済まないんだ。君だって無事に僕の前に現れたじゃないか。なんだと？僕が君を殺して、君も僕を殺した。そして二人とも復活した。それに僕が君の体を治さなかったら君は復活できなかった。そうだろう？それを言うなら、僕は復讐の相手ではなく、君の恩人だよ。あなた。君が天命でしたことは十分じゃないか。ここは僕のような悪人ばかりではない。君と戦ったデュランダルや、崩壊を倒そうとするバルキリー、彼女たちを犠牲にするべきではないだろう。どこに行くんだい？あなたには関係ない。一つ君にアドバイスをしよう。アドバイス？あなたのアドバイスはいらない。友よ、せっかく知り合ったんだ。僕はこの世界で君を最も理解する者の一人だよ。君は迷ってる。そうだろう？目覚めたばかりの君はまだ自分のことをよく分かっていないし、その立場にも慣れていない。君には君をよく知り、よく理解するものが必要だ。その人に進む方向を正してもらい、目標を見つけてもらうんだ。あなた、私と一緒に行きたいのか？まさか。過去の君のことだよ。君は死ぬ直前、
都政の羽を一枚残した。僕はそれがどこにあるのか分かっている。その所有者はちょうど君の知り合いだ。ケビン・カスラナが持ってるよ。オットーは騙してない。確かに傷を全部治してくれた。今の私はたとえケビンが相手でも、いや、何を考えてる？勝つに決まってる。よく考えたら、昔は一度も彼に勝てなかったけど、私たちは互いに一度も本気を出さなかった。崩壊エネルギーの適応性は彼の方が上だけど、戦闘技術だと私の方が有利だ。天下制裁には負けたが、もし都政の羽を使えば。勝敗はわからない。うるさい。そんなの分かってる。盗む？あれは私が彼に残したもの。返してもらっただけだ。私は都政の羽の持ち主。あの羽は私を見てすぐ私の言うことを聞いたじゃないか。意識のある生き物にこれを解決する方法はない。試しでオットーから記憶をコピーしたけど、彼は全く気づかなかった。ケビンに同じ手を使えば、もしかしたら彼は天下制裁を手に取るチャンスすらないかもしれない。そうだ。私はケビンにも羽を残したのかな？
やだ、めんどくさい。どうせすぐに答えがわかるし、探す必要もない。ケビンのやつ、なんでこんな場所にいるのかな？あれ？地下に人がたくさんいる。おかしい。ここの意識にはみんな活気がなく、感情を感じない。反応が強いのは、二つ、いや、三つ、違う。増えた。うるさい。操れないよ。壊すしかないね。戦力は結構強かった。もちろん、少しも怪我してないでしょ。こういうおもちゃは数えきれないほど壊した。一応相手とは何年も戦友だったのだから、気が変わった。潜入はつまらない。正々堂々と中に入ることにした。今の彼は組織のリーダー、孫守でしょ。私が彼に会いに行ったら、私の方が下じゃない？向こうから会いに来てもらう。
誰だ。見回りロボットは全部こいつにやられた。おい、拡大してみせろ。ふう。いや、彼女は死んだはずだ。こいつは何なんだ。仕業だな。同盟はどうした。あいつ、いい加減にしてくれないか。天命本部につないでくれ、早く。受信機能あるんでしょ。もしもし、もしもし、まあいい、覚悟してて。すでに天命をめちゃくちゃにした。次はあなたたちの番だ。は？ケビン、会いに来なさい。総員に知らせろ。一級戦闘準備だ。私が指揮をする。この手で奴を殺してやる。それと絶対にこのようなことで孫子の邪魔をしてはならない。気のせいかな。それともこういう場所はみんな同じ。各員注意、ジャッカル侵入者は B2 層7号通路付近にいる。機構3体はすぐに迎撃に向かえ。殺しても構わない。このジャッカル、偉そうな口ぶり。侵入者は5号と7号通路の境にいる。1体と4体、奴を包囲しろ。螺旋エリアに追い詰めるんだ。
うるさいな。戦術を放送で伝えるなんてバカなの？怖いのか？怖いなら投降しろ。苦しまずに死なせてやる。聞こえてるんだ。基地のことは全てこのジャッカルの耳に入るようになっている。ヨルムンガンドを挑発するなんて生きて帰れると思うな。隠れているくせに大口を叩くことだけは得意だ。あいつを包囲しろと言っているだろう。早くかかれ。また少しも学ばないんだね。こんなもので私を倒せるわけがない。どうでもいいものですね。作るのにお金はいらないの？それとも…うるさい。これは戦術だ。どうでもいい。戦術がどうしたの？どうでもいいですね。すぐに分からせてやる。そこで待ってろ。電磁ネット展開。私は飛べるの。電流を使えば私を麻痺させられると思った？調子に乗るのもそこまでだ。電子レンジは使ったことある？ん？ローストチキンは食べたことある？この電磁オーブンの中でいつまで飛べるのか見てみようじゃないか。さっさと片付けてしまいましょう。はめられた。一本だけだと力はかなり弱い。
肉眼で見える距離でないとうまく操作できない。幸い温度はそんなに高くない。逃げる方法を考える時間は十分にある。これで終わりだと思うな。ああ、思い切り殺す方が私らしい。さあ、もがくがいい。時間は多くない。最も弱い場所はこの辺りだと思う。焦げる匂い。どうこうしろ。本当に焦げても知らないぞ。なんという破壊力。人間技とは思えない。まさか本当に不安孫種の。嘘だ。それならなおさら孫子に知らせるわけにはいかない。デス・ステッチャー、お前たちの出番だ。
彼女を甘く見ていた。忘れてないよ。でも彼が出てこないんだ。ここまで暴れたのにケビンは少しも反応していない。彼の意識は探索できる。鋭く重い彼のものに間違いない。だけど感情の動きは何もない。そもそも私がここにいることを知らないと思う。もっと暴れるに決まってる。例えばあのジャッカルとやらの首を取るとか。そこまでだ。目的は知らないが、ヨルムンガンドで好き勝手はさせない。科学技術による生物兵器の凄さを見せてやる。予測した強い意識の正体はこれだったんだ。悪いけど生き物は相手にならない。まだあったら全部出して、急いでるんだ。本能モード切断、 AI 操縦に切り替える。何をした？生き物は相手にならないならしばらく死んでてもらっただけだ。私が相手になってやる。どうだ、我々の技術はこの時代よりも20年先を行っている。どうもこうもない。私の知ってる技術よりは5万年遅れて。殺してやる。
よ。律者捕獲のために用意したものを全部出そう。全部。今日こそ。時間を無駄にする必要はない。僕ならここにいる。その手下はどこで見つけたんです？変わった人ですね。彼女は役に立つ。戦闘ではないところで。ああ。いつものあれですね。崩壊に勝つために使えるものは何でも使う、そうでしょ？君は誰だ？私はフォア、あなたの友人です。フアは僕のことを友人とは呼ばない。正直に話すと、オットーに頭を打たれて私は一回死にました。今の私は目覚めたばかりで。まだいろいろなことを分かっていません。あなたのことは覚えています。5万年前、私たちは共に戦っていました。だから、友人だと思いました。君はフアとは違う。ええ、私もそう思います。昔の記憶を思い返すといつも、どうしてそうなるの？と思ってしまいます。多分復活がきっかけで、いろいろなことがはっきりと見えるようになったからでしょう。ケビン、こう考えましょう。私は過去のフアよりもっと良くなったフアです。私のことをよくわかっていますね。ちょうど同じことを考えていました。
友か敵か選べ。やめるんですか？ああ、これでいい。どうです？あの家権運用、天下の劣化をあんな風に無効化できると知らなかったでしょう？賭け？ああ、当時私たちが使ってた格闘術の賭けですよ。郷に従って名前を変えてみました。機会は多くありませんし、あなたが相手だと隙をつかむのも難しいです。まだやりたい？いえいえ、もう十分です。これで私が本人だと信じてくれますよね？ああ、君はここにいる。これを君に返そう、フワ。まだこれが目的だと言っていませんでしたが、私の考えがよくわかるんですね。ありがとう。これからどこに行く？わかりません。まずは自分自身について整理をしてから考えようと思います。返さなければいけない恩がありますし、世話が必要な仲間たちもいます。それに、崩壊のことも。
休める時間も限られてますし、急ぐ必要はありません。これから共に戦う機会もあるかもしれませんね。ヨルムンガンドに入る。遠慮します。そもそもあなたがいつ戻ったかすらわかりませんでした。オットーに。その後のことは何もわかりません。羽に聞いてみるといい。彼女が教えてくれるさ。ん？ええ、そうします。ヨルムンガンドに入るのはやめておきます。あなたの部下になるくらいなら自分で組織を作ることにします。そういえば、昔、退去派を作った気がしますが、まだ存在してるのでしょうか。わからない。ゆっくり思い出さないといけませんね。それもいい。ヨルムンガンドには君に会いたくない者も何人かいるだろう。崩壊を倒す前に死なないでくださいね。そうだ、一つ伝えておきます。ここに来るように私に伝えたのは、オットーアポカリプスです。彼と同盟を結んだようですね。彼のことはあまり信じない方がいいと思います。私をここに向かわせたのも、何か企みがあるに決まってます。ああ、分かっている。オットーは私とケビンが共倒れになるのを待って、自分が漁夫の利を得るつもりだった。そんな手口で私を騙せるとでも？ほら、私はこうも簡単に羽を奪い返した。罠？ありえない。
さっきの手合わせをあなたも見たでしょ。ケビンが私よりも都政の羽を理解することはありえない。でも、他の羽と違う。封印がかかってる。本気を出す。はっ！エネルギーがもうすぐ尽きる。ケビンのやつがあなたをこんな風にしたの？動かないで、力を渡すから。形を保つのも精一杯なのに、このままだといつ消えてもおかしくない。道理で、ケビンはあなたを封印した。これでよし。戻ってきなさい。あなたは何者ですか？私はあなたの持ち主です。ああ、記憶もほとんど消えてるみたい。どんな状態でも私の分身です。こんな風になったあなたを見ると、少し辛くなります。私が、分身？ええ。あなたは都政の羽の一枚です。私が自分の人格と思考をコピーして作った個体です。なぜかあなたはケビンのところにいたので、私は死んでいましたので詳しくはわかりませんが、あなたを奪い返しました。理解できましたか？理解できたのなら戻ってきて、力と記憶を私に渡しなさい。
死んだ後の出来事を知りたいんです。なるほど。あなたはあの時の。おっと、余計な真似をしてくれましたね。何をブツブツ言ってるんです？彼に殺された瞬間、その瞬間、私は都政の羽の大ゼロ低角出力を発動し、自分の意識を一枚の羽に移し、空の律者の存在を制圧しました。ん、そういうこともあったみたいですが、確か。あの体は捨てられたもので、中に魂は入っていません。何が言いたいんです？私はここにいます。あなたは何者ですか？ご覧、いい景色でしょ？高いところは好きじゃないです。高いところから見ると何もかも小さく見えて自信過剰になりがちです。でももう少し上へ行くと、雲の上だと日差しも空気も気持ちよくて、見渡すと白い雲ばかり。仙境と似たようなところですね。そうだ。あなたには見えますか？あなたは実体がありません。その目はどうやって情報を取り込むんです？そういえば、私の話は聞こえますよね。鼓膜はありますか？聴覚はどういう仕組みで動いてます？都政の羽の力です。便利ですね。わからないことがあったら、都政の羽のせいにすればいいなんて。
例えば記憶、私の脳にあるはずですよね。あの時、七人の弟子たちに頭をやられてから多くのことを忘れました。でもあなたは羽の中にいて、脳というものがないのに、あなたの記憶はどうなってます？多分答えは都政の羽だと思いますが。そうだと思います。羽が弱った時、私もいろんなことが思い出せなくなりました。それです。ケビンのところにいたときは、羽も剥げかけていたから、きっと記憶も損傷を受けています。もしくは、鍵となる何かが壊れている可能性があります。だからあなたは自分のことを羽ではなく、自分が本人だと思い込んでしまった。理解はできます。意識の転移やコピーは、自己認識のミスにつながりやすいです。オットーも私も同じようなことがありました。そのうち治ります。大丈夫。私が協力します。何せあなたは私の分身。私たちは姉妹みたいなものですから。よく考え納得してから力を私に返しても遅くありません。はあ、返さなくてもいいです。私はケチな人ではありませんから。あのオットーにさえ羽を渡したんですから、一枚くらい気にしません。私と一緒に行きましょう。一人だと退屈ですから。どこに行くんです？大巨山に戻りましょう。ずっと黙り込んでますが、大丈夫ですか？気分が悪いなら、私から好きなだけ崩壊エネルギーを吸収していいんですよ。せっかくあなたを助けたんです。消えて遠慮します。勝手にしてください。理解できません。何がです？どう
して私にそんなに敵意を抱いているんです？私はあなた、あなたは私、私たちは二人で一つだから、あなたは私のことをもっと理解できると思います。私は自分こそが本物とか言わないでください。今は機嫌が悪いんです。気づいていないかもしれませんが、あなたの状況は正常ではありません。それで、続きを言ってみなさい。あなたは本当に不可ですか？私が見る限り、あなたは彼女に似ていません。むしろ、全く違います。彼女の記憶を持っているかもしれませんし、彼女の体の中で目覚めたかもしれませんが、あなたは全く新しい存在です。ふっ、何バカなことを言ってるんです。私には彼女の体と記憶があります。私が彼女でないのなら誰なのです？むしろおかしいのはあなたの方です。羽のくせに自分こそが本物のように振る舞って。あなたはいつも子供を見るような目で私を見る。私が気づいていないとでも？私のことなら心配はいりませんよ。自分のことだけ心配してください。でもあなたは一点だけ正しいことを言いました。ええ、昔の自分に束縛される必要はありません。今の私は新しい私です。かつての自分を真似する必要がどこにあるのです？私は自分らしくすればいいのです。あなたは過去の私、そう考えてもいいかもしれません。過去の私はそんなに良かった？そうでもないでしょう。ほら、私の友人、彼は過去に束縛されたかわいそうな人。メイ博士が死んだ時からあなたと彼はそっくりです。たかがメイ博士のためなんて、そんなの割に合います？彼女は、ケビンは人類のために戦っています。彼の覚悟はそんな簡単なものでは。人類のため？どいつもこいつもそればかり。例えば彼、
人類のためだとばかり口にしてるけど、本当は死んだ女のためです。彼とケビンの同盟を知った時はびっくりしましたが、よく考えたら似たもんな。彼のことはいい、一応彼に助けられたんですから。なぜ私に彼らのことを見せたんです？そうしたいから。そうする力があるから。都政の羽は便利だから。それ私がそうしたかったからです。過去の私、この恩知らずは死にました。思い出すのが面倒ですが、あなた、彼女は死にました。覚えてないですが、私が殺したわけじゃないみたいですね。はあ、昔の私は。いつ彼女たちが憎いですか？覚えてないなら憎しみもないでしょ。ただ人を殺したら命をもって償うというのは当たり前です。死んでもらって当然です。ようこいかんというのはこういうことですね。もう同じ過ちは犯しません。セーフレイヤー、もう亡くなって、わかりません。彼女たちは今どうしてます？わかりますか？現在からある時点までの記憶が欠けていますが、その以前のことなら教えられます。うん、歩きながら話しましょう。一つ質問しても？どうぞ。どうして退去山に行くんです？あそこに新しいものはなく、何年も前に人々から忘れ去られています。実は、私は目覚めたばかりです。わかります？何もわからない。頭が真っ白です。まるで生まれたばかりの赤ん坊です。赤ん坊に未来100年の人生計画を作れと言えますか？でも私は計画をしました。だって仕方ないじゃないですか。私は不可ですから。不可にはやるべきことがあります。わかっています。ですが、やる気が出ません。逃げていると思われても構わない。確かに私は逃げています。自分の記憶を思い出すのも怖いです。でも時間も敵も仲間も待ってくれません。この事実を、自分自身を受け入れて不安にならないと。家と呼べる場所に行ってみたい。
帰巣本能かもしれません。そこに行ってみて帰る場所があると分かれば自分のことを受け入れられると思います。これもオットーのものでした。私の記憶の多くは他人からもらってるんですね。昔のやり方は気に入りませんね。あなたが私を見下していることも知ってます。あなたが心配です。心配するようなことはないでしょう。今までにない最高の状態です。悩みも心配もなく、目覚めてから初めて自由に感じました。そして私は自分が誰か分かりました。私は不可。それだけです。この退去山は私の故郷。ここの何もかもが馴染み深くて、新鮮で。この羽たちも、記憶たちも、私のものです。無数の可能性が私を待っていて、どう選べばいいのかわかりませんが、怖くありません。いくらでも道はあります。これが貴族意識。私は大丈夫です。ここにも羽がありますね。
多すぎでしょう。私は山にこんなに都政の羽を残したんですか。あなたは。私はあなたの持ち主です。記憶と力を私に返しなさい。あなたも彼女みたいにおとなしく言うことを聞いてくれたらいいのに。さて、この記憶は。メイ博士でした。おそらくどうでもいい断片でしょう。残しても意味はありませんから、それらを取り出したんです。確かに意味はなかった。彼女が彼女の計画を話していただけです。私はどうして彼女に服従したんです。彼女の命令に従った結果、人類は全滅するほどの乾杯を経験し、終焉が消えるまでコールドスリープを使うしかなかった。宇宙を探索する箱舟もどこに行ったかわからないし、漁師の海に入った豪座も音沙汰がありません。博士は歯医者です。どうして全人類が彼女の指示に従うのか分かりません。彼女が立ち上がり、私たちを率いる責任を背負ったからです。人々は彼女の勇気と決心を信じました。知恵は信じてなかったってことですね。火を追う蛾のような勇気、共に滅びる決心、いいでしょう。
とにかく今回彼女の言うことは聞きません。オットーやケビンも同じです。すべて私が自分で決めます。私は万物を変えます。楽しみに待っててください。ここは平和だったはずです。この辺りに100人前後の村があったのを覚えています。平和は私たちと関係ないでしょ。この世界に平和なんて言葉はあります。これほどゾンビがいるということは、あの村は危ないかもしれませんね。急ぎましょう。なんで？はい？あの村は私と関係ないでしょ。この世の災難はこんなにも多く、律者だって次から。それは今はもう魔に落ちた者は死すべしというルールはないでしょ。それに名博士の神音はもう私たちの頭の中で指示。しかしあれが正しい行いです。何が正しいかは私が決めます。そもそも正しさはどこにあるのですか。助けが必要な人がいれば助ければいいし、いなければそれで構いません。この人助けは別にあなたの計画を邪魔しません。うん、そうですね、人助けはして当然です。どうせついでですから行ってみます大きい石像ですね。誰もいないですね。隠れているかもしれません。みんな死んでゾンビになったかもしれない。それもいい。今はゾンビを片付ければいいです。音がします。
彼女は侵食されています。まだゾンビになってません。しかしあれではすでに。黙って。あの、私たちを助けに来たの？ええ、安心してください。ここで何があったのか教えてくれませんか？みんなが急におかしくなって、さっきみんなが突然白くなってね、いっぱいいっぱい攻撃してきて。さっというのは今日の出来事ですか？ええ、きっと助けます。少し待っていてください。いいですか？どうするつもりです？彼女の仇を取ります。それは彼女の欲しがる救いではありません。そうするしかないのです。彼女がもう長くないことはあなたも知ってるはずです。私にできるのはこれくらいです。他に生存者がいないか探しましょう。いいでしょう。感じますか？遠い先に大きい何かがいます。それが犯人かもしれません。
大丈夫。悪い奴はみんな倒しました。みんなも元に戻りました。あなたもすぐに元気になるから安心してください。あなたは仙人様？私のことを知ってるんですか？ううん、でも似てるの、あの彫像に。あの彫像、大巨山の仙人様だってじいじが言ってた。危ないことがあったらいつも現れてみんなを助けるって。あの彫像は先祖様が作ったの。昔はこんな風に壊れてなくてすごく綺麗だった。本当に仙人みたいなの。簡単なことです。ご覧、これはあなたの記憶の中と同じですか？彼女を殺したんですか？夢を見てもらったんです。夢の中では今回のことは起きていませんし、全てが彼女の思うままです。そこで彼女は死ぬまで楽しく生きられます。彼女を助けろと言いましたが、私にはそれくらいしかできません。綺麗ですね。今日は静かですね。何か言いたいことがあるんでしょ？すでに十分に機嫌が悪いので、何を言われてもこれ以上ひどいことにはなりません。言ってみてください。私は多くの権限剣と都政の羽を大巨山に置いたため、通常の崩壊はこの地に影響を及ぼすことはありません。でも私たちがここに来てすぐ崩壊は発生しました。その原因は一つのみ。もういい。
あなたを黙らせるのも消えてもらうのも私の思うままです。あなたは都政の羽、前の世代の律者です。あなたをすぐに壊すべきでした。あなたの言葉は信じません。でも私はあなたを尊重します。あなたが存在すること、そして私のそばにいることを許します。あなたも私の尊重に敬意を払うべきです。私の考えを撹乱するような真似はやめなさい。崩壊。彼女に与えすぎてしまったのだろうか。当時の私は何のために彼女を作ったのか。だから彼女はあんなにリアルなのかな。でもそうしたら彼女は消えてしまう。変だな。こうやって自分と会話するのは久しぶりだ。ありえない。
私が彼女に支配されてる？私が自我をなくし、羽の傀儡になった？いいえ、彼女は私に影響を与えようとしていない。彼女にはできない。嫌だ。彼女たちのことを教えてください。ここに来る途中で全部教えました。あの時はじっくり聞けませんでした。それで、オットーは私を殺した後、何もしてなかったんですか？ええ、立ち上がったのは姫子少佐で、彼女は空の律者に封印されたキアナを呼び起こしました。彼女は死んだんですか？彼女は虚数空間に落ち、それ以降の消息はつかめていません。尊敬できる戦士なのに残念です。でも神殺し倉庫を姫子少佐に渡したのは私が勝手にしたことだったでしょ。オットーは私が邪魔だと思うなら姫子少佐を止めるべきじゃないですか。彼の目的は愛の力で律者を呼び戻すことでした。
犠牲になるのがテレサさんでも姫子少佐でも彼にとっては大した問題ではありません。結局何もかも彼の思うツボだったってことですね。彼は一体何者なのです？神ですか？彼はこの世界の主宰に見えませんか？主宰というよりも脚本家みたいだ。何もかもが彼の思うままです。500年前の惨めな彼の姿は忘れたのですね。でも彼は私が復活するとは思ってなかったでしょ。彼は分かっていました。だからこの体を治したのです。いいえ、こんな風に復活するとは思ってなかったはず。私がどうやって彼を殴ったのか知ってます？何度も聞きましたよ。あれは面白かった。まさかあそこで死ぬと思わなかったと彼の目がそう言っていました。彼は体を変えただけです。ええ、それでも死んだということになるでしょ。とにかく私はそうするべきでした。この先に崩壊の気配がします。私の故郷で暴れるとは、ここが誰の縄張りか分かっていないようですね。せっかく帰ってきたのですし。大巨山でこれほど強い崩壊反応が起きたことはありませんでした。体を動かすと体も心も気持ちよくなると思いません？いいえ、私はそう感じません。いいアイディア。飽きてし、どうすればいい？どこに向かえばいい？このまま引き伸ばすわけにはいきません。
今日はきれいにしました。次は私はずっと逃げて時間稼ぎしてきましたが、来るものはいずれ来るんです。そろそろ気持ちを切り替える時が来ました。この山でどれくらい都政の羽を見つけました？10本くらい？それ以上です。都政の羽はみんな私の分身であり、それらは力と記憶を私に返してくれました。回収すればするほどこの世界に無関心でいられなくなります。休憩の時間が終わろうとしています。私は負荷にならないといけません。準備できましたか？力をあなたに渡してほしいのですね。私の一部になってほしいです。それはできません。私も申し訳なく思ってます。あなたはいい仲間でした。本当の姉みたいだと思う時もありました。そういうわけではありません。やってみるといい。私は何の抵抗もしませんから、私を吸収してみてください。私がその気になればいくら抵抗しても無駄。あれ？どうしてです？私たちは全く違う魂だからです。違う魂？あなたは過去、私は今、それだけです。
そんな馬鹿らしい理由ではないのでしょう。本当はあなたは自分こそが本物、私よりも自分の方が負荷にふさわしいって思っているからでしょう。あなたはただの羽のくせに。それが事実だとあなたも分かっているはずです。事実？あなた以外の都政の羽は私を見てすぐに私に服従したのが事実です。あなただけがおかしくて自分が正しいと思い込んでいるのです。あなたは頑固すぎます。事実を分かってないのはあなたです。私、あなたはまだ過去にいる、分かっていますか。あなたは自分を名博士の道具だと思ってるんです。時代は変わりました。私たちは融合戦士やバルキュリー、セイフレイヤの生徒を演じる必要はありません。私たちは自分らしく本当の自分になれるんです。ほら、全てはここから始まった。これは昔の記憶の中で最も。今考えればわかります。父さんを襲ったあれは言われなくてもゾンビに決まってます。崩壊は一気に爆発したわけではなく、ゆっくりと力を貯めています。私の生活は当の昔に崩壊とつながっていましたが、ここでやっと。相手の名前も覚えてないのに、この光景だけははっきりと覚えてます。なぜならここであなたがずっと口にしてきた人助けですよ。今の私たちにとってこの程度の脅威なんて眼中にありません。雑魚はいくら来ても問題では。どういう意味ですか。私たちには力があり、もう弱くありません。誰かに搾取され命令されることはもうないという意味です。そう、誰かの命令に従わなくていいんです。彼女のことは覚えてますか。忘れたことはありません。それなら彼女がどう死んだかも覚えてますよね。
女はオーストラリア支部で律者になってしまいました。私たちは彼女を助けようと彼女の前にやってきました。彼女は攻撃せず、私の名前を呼んで笑ってくれました。しかしメイ博士はケビンに彼女を殺せと命令しました。皮肉です。キアナのことを考えるたびに隊長のことを思い出す。皮肉ですね。あの時誰かが私の話を聞いてくれていたら、メイ博士が私にチャンスをくれていたら。しかし私たちは道具です。話すことはありません。上の者が律者を助けないと決めたら、私たちにできることはありません。憎いですか？憎い？メイ博士は死にました。全世代の生き残りもわずかしかいません。憎い相手などもういません。悔しいだけです。取り戻す思い出が多くなればなるほど、自分への悔しさも強くなっていきます。どうしていつも他人の言いなりで、どうしていつも優柔不断で、どうしていつも選択権を他人に渡してきたのか。どうして思うままに戦えないのです。復帰たちとジョカさんが文明の発展を早めようと言い出した時、予想外の変化が生まれると悲劇が起こるかもしれないと知りながら、私たちは未来を予知できません。しかし回避はできたはず。私をサポートするのが彼女たちの仕事、そうでしょ？自分が犯した間違いは自分で償うとジョカさんは言いました。私が戻るまで待っていてもらうこともできたのに、私はそうしませんでした。暴れた雌雄は南海の半分を破壊し、
たくさんの命を奪いました。わからない。戦争に犠牲はつきものです。どうして他人の命が私の大事な友人や助手の命より大切だと思うんです？どうして私は他のことを放っておいて、持てる限りの力ですぐさま私有を倒し友人を助けられなかったんです？私は全人類の利益を最優先するべきです。嘘つき。誰がそう決めたんです？メイ博士、どうして彼女の言いなりになるのです？ずいぶん時間が経ちましたが、全人類の利益とやらはどこにあるんです？私が着いた時、私有はもう封印され、雑魚しか残ってませんでした。私もずっと後悔していました。あなたは私だから私の苦しみを理解できるはずです。ほら、私たちは互いを理解できないわけではありません。悩まないで、よく考えて。私が犯した過ち、それだけではないでしょ？ここはキプチョク草原。ええ、500年前、天明の遠征軍はここにやってきました。探さなくていい。彼女たちは出てきません。もともとこの戦争で彼女は大したことをしていませんし、自分に不愉快な思いをさせる必要もありません。あなたが言った過ちは彼女たちのことかと。もちろん彼女たちも同じです。でも彼女たちがいなければ今の私はいません。それにみんな死んで、何人かは覚えてませんね。
そうは死にましたか？彼女は500年前の人間です。残念です。あの子こそ本物の化け物です。彼女のことはケビンに言ってませんよね？彼は知っています。完璧なサンプルがあるのなら彼の成婚計画への自信も納得できますね。ま、それは置いておいて、この戦場を見てください。これこそが本物の戦争、本物の地獄です。私有が起こした災害なんて大したことないでしょ？天命が神の神、それはどういう理屈なの？人が死ぬことよりも崩壊が存在しているかどうかが重要になるなんて。戦争は文明発展に不可欠な一環で、自然の規律の一つです。私たちが崩壊と戦う。いいでしょう。どうせ何を言ってもあなたが正しいです。こいつこそが全ての元凶です。カレン・カスラナ。私は彼女を殺さずヒントを与えました。彼女はヨーロッパに戻った後、天命を裏切り、第十二律者を封印した箱を持って逃亡し、死にました。彼女の死をきっかけに、夫アポカリプスは天命を自分のものにし、ヨーロッパと信州をめちゃくちゃにして、最後には独裁者になりました。この時代での崩壊の進展は、オットーが原因と言っても過言ではありません。私たちがこんな風になったのも、彼の責任です。彼が500年前の一途な男から今のずる賢いクズになったきっかけはこの日にあります。この日、私たちがカレンとその前にいるオットーを殺せば、全てが変わるはずです。後知恵は役に立ちません。それならあの時の話だけしましょう。天命は火を追う蛾の神の鍵を我が物顔で使い、自分の利益のために何度も戦争を引き起こしました。私たちが守ると誓った信州にまで侵略してきて、信州の民を苦しめました。こういう組織をどうして残すんです？この時に天命を消滅させ、この遠征軍を徹底的に潰し、私たちの神の鍵を奪い返して、その邪悪な野望を壊すべきです。
あなたにはできるはずです。やめなさい。なんです？ただの偽物じゃないですか。これは私が作った原型。好き勝手して当たり前です。まだわからないのですか？自分のしたことを見て。まだわからないのです？何をわかると言うんです？自分がどんな力を持っていて、どんな責任を背負っているかはわかってるんです。するべきかも分かってるんです。メイ博士、オット、ケビンとヨルムンガンドには頼りません。この負荷は自分のやり方で人類を救い、崩壊に勝ちます。いいえ、そうはさせません。興ざめです。まだ気づかないのですか？あなたはあなたが公言したような人間ではありません。またですか？そんなことは口にしたくありませんが、あなたはただの羽ですよ。現実を受け入れなさい。自分を騙してはいけません。いいですか？あなたはこの体の持ち主ではありません。あなたと彼女は全く違う。説明のつかない疑問点がたくさんある。よく考えてください。都政の羽は壊れました。数枚の羽の分身しか持っていないあなたは、どうして意識や記憶を操作し元凶を作れるんですか？私と都政の羽は生活を共にしていました。肉体の記憶が残っているからです。いいえ、それだとこれほど強い力は出せないはずです。もういい。ようやく気づきましたね。何に？何も気づいてませんよ。あなたはしつこいです。羽の分際で私に指図しないで。あなたが目覚めたのは理由があります。魂のない体から何の理由もなく意識が生まれるわけがありません。
黙って。あなたは崩壊と戦っているわけではありません。よく考えて、あなたが天命を破壊したのも、ヨルムンガンドを攻撃したのも、本当は崩壊の意思を執行しています。どんな正当な理由で自分を欺いても、行動は嘘をつきません。あなたは破壊しかできません。なぜなら、あなたは律者だからです。私を律者だと言いましたね。でも私の信念は崩壊と戦うこと、そうでしょ？崩壊はそんな存在を許しますか？その力を持ちながらも、それに反抗の刃を向ける存在を。この世代の崩壊と律者は今までとは違います。前例もあります。ジョイスさん、ベルトさん、キアナ、彼らは律者でありながら崩壊と戦ってきました。それなら、私が律者であるかどうかは関係ないですよね。私が人類の味方でいればいいのでしょう。重要なのはあなたの考えではなく、行動にあります。私から見れば、あなたは人類のために戦うと言いましたが、実際は、崩壊に有益な行動をとっています。あなたは崩壊に対抗する天命とヨルムンガンドを攻撃しました。きっと機会があれば、あなたはネゲントロピーに同じことをするでしょう。ネゲエントロピーは攻撃しない。信用していないからです。そこにはハイリスクな者たちもいます。キアナ、ブローニャさん、メイさんとゼーレさん、すでに3人が律者になっています。
それを否定できます？テレサさんもゼーレさんも律者の素体としての資質があるでしょ。何もかもがオットーの計画の可能性があります。私はオットーの駒になりたくない。話がそれましたね。私を律者だと言いましたが、その証拠には何の説得力もありません。私は脅威だと言いたいみたいですが、理にかなった説明もできていません。むしろあなたに聞きたい。あなたは絶対に正しいのですか？私の頭の中の声が崩壊の意識だというのなら、あなたはもっと怪しいじゃないですか。肉体すらない。あなたの媒質は全世代の律者コアです。私たちの中で崩壊側につく裏切り者がいるとしたら、私よりあなたの方がずっと可能性が高いです。私は決してそうなりません。私も同じことが言えます。そんなセリフに何の意味があるんです？ほら、ここには私たち二人だけ。私は簡単にあなたを壊せます。しかし私はそうしません。なぜでしょう。あなたは友達だから。あなたはもう一人の私で、私はあなたのことが好きだから。気に食わないからって殺したりしない。それは、私が人間である証明ではありませんか？それは、あなたが自分が誰だかわからないという証明です。あなたが私を残したのは、好意を抱いているからではありません。あなたのことを肯定し、支える誰かが必要なだけです。ああ、もう！あなたとは気が合いません。あれ？
ーナとブローニャさん。彼女たちを巻き込むのはやめなさい。誰が巻き込むと言ったんです？安心して協力してもらうだけです。私たちがここで争っても意味はありません。誰が正しいか、誰が本物の不可か、傍観者ならはっきりとわかるでしょう。簡単です。ほら、審判が来ましたよ。